古い PC のアップグレードパーツとして注目を集めている Radeon RX 6400ですが、インターフェースは PCI Express 4.0×4 接続です。しかし古い PC の多くは PCI Express 3.0 接続になってしまいます。これによって性能に差が出るのか試してみました。では早速試してみましょう。使用した環境は画面の通りです。 Z6G0 マザーボードでも UEFI の設定で 3.0 接続に切り替えることが可能なので、それを今回利用しています。テストに使う Radeon RX 6400搭載ビデオカードはこちらです。ライバルの GeForce GTX 1650も用意しました。こちらは PCI Express 3.0×16 接続です。 RX 6400の 3.0 接続時との性能差に注目してください。まずは定番の 3D マークの結果から見ていきましょう。 DirectX 11ベースの Fire Strike です。 4.0×4 接続に対してスコアが微減と大きな影響はここでは見られません。DirectX12 ベースのタイムスパイでも同じ傾向です。ちなみに 3.0×4 接続でも GTX1650 よりも高スコアですね。ここからは5本のゲームでテストしていきます。テスト条件は画面の通りです。まずはレインボーシックスシージから。 3.0×4 接続だと最高画質設定で約 22% のフレームレートが低下とインターフェース速度の違いが顕著に出ています。しかし中画質設定だとわずかな差になります。 Apex Legends では大きな差は見られませんでした。ゲームによって異なるということでしょう。 Forza Horizon 5では中画質設定でも 3.0×4 接続だと 10fps も低下しています。美麗なグラフィックのゲームだけに中画質でも帯域の狭さが影響しやすいのかもしれません。次はサイバーパンク2077。これも重量級ゲームだけあって低画質設定でもインターフェースの違いがフレームレートに大きく影響しています。 4.0×4 接続ならウルトラ画質設定以外は GTX1650 に勝てますが、 3.0×4 では全ての画質設定で負けてしまっています。エルデンリングはインターフェースの影響が意外にも小さいです。ゲームによることがここでも分かりますね。 3.0×4 でも GTX1650 に勝利とサイバーパンク2077とは逆の結果になりました。まとめです。 PCI Express 3.0×4 接続では10-20% 程度のフレームレート低下を確認。それでも GTX1650 と互角です。高画質設定では全てのゲームでフレームレートが低下しました。PCI Express 3.0×4 ではデータ転送が追いつかないシーンが目立ちます。画質設定を下げると影響は小さくなりますが、それでも Apex Legends を除いて全てのゲームでフレームレートが低下しました。 GTX1650 に対しては中設定以下で優位に立つことが多いです。フレームレートは基本的に高画質では1650、中低画質では RX6500 が優位というパターンが多いです。しかしゲームや画質設定によって勝ったり負けたりがあり、良い勝負と言えるでしょう。 Radeon RX 6400は古い PC に多い PCI Express 3.0 接続でも現実的な選択肢になると言えるでしょう。実際古い PC に搭載した場合の性能に関しては別の動画で詳しく検証しています。そちらも合わせてチェックしてください。はい、チャンネル登録のお願いでございます。今ご覧になっているチャンネルは PAD という、チャンネルでございます。 PC ウォッチ、秋葉 PC ホットライン、 SV パワーレポートというですね、インプレスの PC 系媒体、3媒体がですね、力を結集してお届けする YouTube チャンネルでございます。今回のようなですね、最新のハードウェア情報をですね、ディープに、早くお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録といいねの方ですね、お願いいたします。